吉谷さん、老子ですか。老子はなかなかね、引き合いに立つことがないんで、なんか知らない名言って結構多いでしょうね。でもインターネットのおかげで、老子の名言にすぐ行き着くことができて、で、インフルエンサーって言いますけども、何もね、10万人、数万人に広げるからインフルエンサーじゃなくて、一人に情報、知識を広めても、それはインフルエンサーなんだと思うんですよ。ですんで、YouTube 始めて、再生数が3とか5とかでも全然3人5人に新しい発見気づきを与えるわけですからね。この億万長者合宿の中で第一情報っていうのがありましたけども、私はニュースを Facebook に上げるだけなんですけども、その Facebook の私の情報を初めて見る人でそれに気づく方もいるとすれば、まあ私もインフルエンサーと言えますし、その方が私の情報を知ってそれを周りの人にね、今日こんなことがあったらしいよって話せば、それもインフルエンサーだと言えるんですよ。あとは影響力の大きさですね。1人に対してインフルエンスするのか、10人に対してなのか、10万人に対してなのかっていう、それは差があるだけですから、自分の持ち分で、そのインフルエンサーの影響力の度合いってのが変わるのかなと思います。で、影響力がね、やっぱり10万人とか100万人になってくると、これは社会的責任っていうのがついてもあるんで、下調べとか裏付けとかっていうのは結構ね、シビアにいかないと、適当なこと言ったらね、ごめんじゃ済まないことってありますからね。そういうもんがありますから、なんかメリットデメリットっていうのもついてもあるのかなと思います。で、今日はですね、めんどくさいことが人生に起きた時に、こういうふうに考えたらいいんじゃないかなっていうので、一つ、ショーペンハウアーっていう方のね、言葉を引用したいと思うんですよ。それはですね、積み荷のない船は不安定でまっすぐ進まない。まあ、船ってね、船底に重りを入れてるらしいんですよ。この船を安定させるためにね。もう巨大なタンカーって一定の重量が必要なんですよ。不思議ですよね。水に浮かべるのに軽いわけじゃなくて重い方がいいみたいなね。で、その重荷を入れることによって安定して進むということらしいんですよね。だから人生も一定量のストレスっていうのは人生を進む上ですごく大事なんじゃないかなとか、誰にでも必要なんじゃないかなっていうふうな考え方に広げていくことができるんですけども、だからね、自分の抱えきれないようなそのストレスや負担っていうのは沈没しちゃうんでダメですけども、一定量の自分のこなせるような重荷っていうのは常に持っておいた方がいいかな。例えば、ちょっとだけお金が足りないなとか、ちょっとだけ健康状態が悪いな、ちょっとだけお腹が空いてるなっていう、このちょっとだけっていうのが自分の、まあ、感性とか肉体とか精神をものすごく安定させるために、その警戒心を忘れさせないために必要なのかなと。で、逆に全部に警戒心がなくなっちゃうと、ものすごく今度はリスクが高まるっていう考え方なんですよね。だからお金持ちになったからといって気をつけないといけないことには手を抜かない。逆に言うと、お金持ちっていうのはリスクヘッジがうまくいったからお金持ちになったと言えますんで、それ生まれながらの御曹司しなければね。だから金持ちになった人、成り上がった人っていうのは本当にね、用心深いっていうかね、リスクヘッジが上手にできている、まあ、そのリスクヘッジの上手さが資産の構築につながっているのかなというふうに考えることができるんじゃないかなと思いまして、今日の放送に変えさせてもらいました。じゃあ台風ご用心くださいね。いってらっしゃい。